倉成氏一族の墓所、倉成忠は、日本の政治家。自由民主党衆議院議員、第3次、中曽根内閣の外務大臣を歴任。自民党衆議院議員を務めた、倉成正和は長男。長崎県長崎市出身。父は、衆議院議員を務めた、倉成正八郎。1941年に、東京大学法学部政治学科を卒業。東洋高圧、長崎県農地農林部長などを経て、1958年の第28回衆議院議員総選挙に自民党公認で長崎1区より立候補し当選する。以後、当選回数12回。自民党では、河野派から中曽根派に所属する。経済企画政務次官、大倉政務次官、衆議院社会労働委員長などを経験し、1974年11月に、第2次田中第2次改造内閣の経済企画庁長官として初入閣を果たす。ところが、改造直後に田中角栄首相は退陣に追い込まれ、田中内閣は総辞職。倉成もわずか在任29日で長官を辞する。1976年12月には、福田赳夫内閣で再び経済企画庁長官に任命され、1977年11月まで務める。1986年7月、第3次中曽根内閣の外務大臣として入閣し、1987年11月まで務める。中曽根派が渡辺派に衣替えすると、同派の会長代行に就任した。1993年、第40回衆議院議員総選挙には立候補せず、引退した。同年勲一等旭日大綬章を受章する。引退後は日韓トンネル研究会顧問などを務めた。1996年7月3日死去。77歳没。参議院議長、文部大臣、衆議院議員を歴任した西岡武夫は重帝。西岡の衆議院時代は同じ選挙区で骨肉の争いを演じた。竹下登、安倍晋太郎、金丸信。斉藤国吉など。ありがとうございます。